こんにちは、どうも新井です。そんなヒアロン酸治療なんですが、まあ、一言で若返るって言っても何をもって若い顔とするか、まあ、もしくは綺麗な顔、美しい顔とするかというのは人によっても違いますし、基準というものがなかったので非常に難しいですね。ところが今はもう研究によって美しく若く整った顔の基準、バランス、比率というものが研究でこう学問的に分かってきます。まあ、有名なので言うとエステティックライン、よく言う横から見た時の鼻と唇の先と顎先、これを結んだラインが一直線か、もしくは唇がそれより少しこう奥まっているとバランスがいい顔とされる。これは面白いもので、このエステティックライン、E ラインを揃えていくと本当にこう顔が引き締まってまとまって見えるんです。これはもう理屈ではないと思います。もう綺麗でみんながこうかっこいいとされる人をもう何百人、何千人、何万人とデータを集めていくと、どうもここのラインが揃ってるんだということが分かってきました。で、人間はもうそれを美しいと感じる感性の問題だと思います。なのでそういった顔の中のそのバランスだったり比率だったりラインですね、そういったラインを揃えていくことで誰でもその人にとっての綺麗な顔、その人にとっての若い顔に変わっていくんですね。それが治療の一つのゴールなんですが、これを施術するドクターがちゃんとその人の美しい状態の顔、若くて整った状態の顔をしっかり見抜いてあげて、そこに近づけてあげるっていうのが大事です。それを考えずに、ただここに影がある、溝がある、シワがある、じゃあ入れましょうって言って注射ばっかりして注入ばっかりしてると、その整った顔のゴールの状態をイメージせずに、ただ注射ばっかりしてる、注入ばっかりしてると、あっと気がついた時はちょっとこうバランスが崩れた顔になっているっていうリスクが出てきます。ですから施術するドクターは必ずその患者さんのゴールの状態、整った顔をパッと見たりイメージして、そこに近づけるようにバランスの整った治療をしていかなくちゃダメです。このバランスを整った治療というのが一つキーワードで、そのためには一つの治療ではダメなんです。顔というのはものすごく精密なバランスで成り立ってますから、一つの治療で顔全体を若返らせるというのは土台無理なんです。しかも人間の目というのはすごく鋭いですから、ちょっとしたそのラインのバランス悪さだったり形の違和感、バランスの違和感を見抜いてしまうんですね。で、どこが原因かわからないけれども、そのアンバランスな状態を感じ取った人が見るとちょっと残念な顔だなって感じてしまうんですね。何が原因かはわからない。それぐらい人間の目は精密なので、治療する時もその精密なバランスを崩さないように、むしろ整えるようにやらなくちゃダメなんです。これが非常に難しいんです。例えば顎先を、さっき言った E ラインを揃えるために、大体アジア人はこの顎がまあ小さいですから、欧米人に比べて。なので顎をまあ下に伸ばして、かつ前に出すことで E ラインが揃って顔のバランスが非常に良くなります。大抵の方も若い方でたるみとか顔の輪郭の歪みがあんまりなくて、顎先だけを伸ばす治療であれば大丈夫なんですけど、ある程度たるみによって顔の輪郭がちょっとこう崩れてしまったり、そういう方を治療する場合に顎先だけ治療しても難しいんですね。さっき言ったように顎先だけが例えばこうパンと角ができても、他がたるんでるとすごくこうアンバランスになっちゃいます。アンバランスな治療ってのは意外とあって、まあ皆さん鏡見るとどうしても正面が気になりますので、まあ一番目がいくゴルゴラインとかほうれい線、そこばっかり治療したがるでしょ。じゃあその患者さんが言われるように目のここ方向だけをパンと治療して、とことん治療した結果どういうことが起こるかというと、この頬だけはパンと若い、でも頬だけ、このゾーンだけ見るとマスクをしていたり目を隠すと若いのに、口元を見るとすごく年齢を感じさせたり、目元を見ると目のたるみがそのまま放置されていたりすると、ここだけ若くでも他がすごく老けて見えるという、そのすごくアンバランスな状態になっちゃうんです。特に見落とされがちなのは口周りの治療というのは結構見落とされるんですね。口周りというのは感情表現にすごく重要なエリアですし、全部のたるみが下に集まってくるポイントなので非常に年齢を感じさせるポイントなんですね。
まあ、今マスクをしている方多いですけど、マスクをしているとすごくこう目がパンとして若く見えるのに、マスクを外したら途端にこうちょっと年齢を感じさせるって方は結構見えると思うんですね。でそれはやっぱりこの口周りの治療の重要性っていうのをあまり言われたことがない、まあ、気づいてないと思うんですが、口周りっていうのはたるみが押し寄せ、口周りが痩せることによってシワがよりこの疲れとか年齢を非常に感じさせやすい部分ですね。かつ感情表現の部分でもあります。これ接遇のセミナーとかでもよく言われるんですけど、マスクをして目元で感情表現するのは非常に難しいんですね。笑っても怒っても意外とこう変化が乏しいです。でも口元だけであれば、まあ笑ったり表情とか悔しいとか怒ってるとか、まあ、そういうのは表現できるわけですね。すごい感情表現、口周りが非常に大事だということです。でちょっと話はそれましたけど、顔というのはすごくこう精密なバランスで成り立ってますから、顎先の治療を一つこうバランス配置を変えたとします。形をギュッと尖らせてします。そうすると顎につながるこの周りのラインと影、ここを調整しないと顎だけが突出して見えますので、周りを治療する必要があります。マリオネットラインとか周りの影を治療するということは、それは上からリフトアップして持ち上げてあげることも必要になってきますので、この頬のラインとか頬そのものを改善する必要があります。でもその頬のたるみっていうのも、言ってみればこめかみの痩せだったり目周りのおでこの痩せから回り込んでたるみが来ているので、そうするとこめかみやおでこからリフトアップする必要があるので、極端な言えば顎先の治療を一つするのにも、やっぱり全体もう頬からこめかみおでこまで全部を使ってリフトアップしてあげないと綺麗な顎に揃わないんですね。というように全部こう症状は影響してます、関連してますから、ほうれい線もそうですね。ほうれい線だけの問題じゃなくて、ほうれい線はまずたるみによってできますので、このたるみを改善させてあげることがほうれい線治療の第一歩。そういうようにだから中で筋肉とか腱、靭帯とかそういったあの皮膚っていうのは全部関連して動きますから、その関連する動き全体を見てバランスよく改善するように治療してあげることが大事なんです。全てはそのバランスです。バランスよく治療すると、治療した結果すごくナチュラル、違和感なく笑って表情を作って違和感なく若返ることができる。このバランスを整えながら治療するということがドクターにとって大事なポイントになるんですが、従来の治療ではちょっとそれがないがしろにされてた部分があるんですね。まあ、ほうれい線が気になるからほうれい線入れましょう、マリオネットラインが気になるからじゃあマリオネットラインに批判されましょう。正直このポイントの治療では顔全体のバランスっていうのは整えられるとは言い難い。今はそのバランスを保った本当に解剖の構造、皮膚と靭帯と筋肉のつながり、そういった関連性を全部把握した上でバランスのいい治療をするとナチュラルに若返ってくる、もしくは違和感なく綺麗な表情にすることができます。ピアノさん注入のお話は別の動画でも紹介してます。ぜひそちらもご覧ください。気に入った方はチャンネル登録をお願いします。またねー。